突然ですが私キャスターの宇戸鈴木がお届けする宇戸のどうですかニュースの時間ですアシスタントのブルーザーですそれでは心を込めてお伝えします今回のニュースはこちら子どもの国へ紅葉見に行こうよ長津田駅から子どもの国駅まで電車でおよそ10分 この牛電車に乗って向かうのも楽しみの一つ1965年の子供の日に開園した子供の国実は旧日本陸軍弾薬庫補給跡地がアメリカ軍から返還されたのを受けて誕生した児童構成施設です東京ドームおよそ20個分の広大な敷地内に 自然を楽しめる様々なレジャー施設が満載特にここでしか食べられない搾りたての特別牛乳で作ったソフトクリームは格別の味です11月から12月中旬にかけて紅葉が見頃中でも白鳥湖周辺の色づいた紅葉がとてもきれいです都心からもすぐに行ける紅葉スポット自然を感じに リフレッシュしに行きませんか。子供の国いかがですか。お二人。いや、名前は聞いたことありましたけど。だから映像を初めて見させていただいての。なんか、ちゃんと牛とかいるんですね。もう、それは意外でした。そう。広大な公園は、なんか、そんな感じなのかなと思ったら、牛でアイスクリームを食べ、ソフトクリーム食べれたりと。牛電車で行ってね。うん。確かに。牛電車でしたね。初めて見た牛電車。う牛さん。 やっぱりね、こう絞った、ね特別な牛乳ソフトクリームとか。食べれたりとか、いいよね。いいですよね。だから、ほのぼのとしてて、また広いしね。二十五年ぐらい前に、行ったことある。小学校の遠足で行ったことある。んです小学校の遠足で、子供の国。子供の国、にはい。で、その時牛のイメージが全くなくて。あ、そう。その後できたのかちょっとわかんないですけど、でもちょっと行ってみたいですね。 ねえ、待ってね、紅葉も、すごいらしいので。そうそうそう。ちょっと行きたいですね。紅葉。見に行こうよ。ね。だから、あれだけ、ね、<laughs> 広大なね、あんだけ広い土地なんで、なんか、ウドさん、野望とかないですか、うん、そこで、なんか、イベントやりたいとか。やっぱりね、本当にフェスとか、ライブとか、はい、本当に、落ち着いて、皆さん、ね、こう、観覧していただけるのありましたらね。はい、うん、あ、性格でも、やっぱり、そういった、あの、ね、いいお笑いライブや。 たりしたいよね。ただですよ。今浅井、うん、企画の若手ライブ、はい、現状ですけど、うん、まあ今このご時世なんでフルで入れられませんけど、うん、10人ぐらいしか入りませんよ。それなのにこんなでかいとこ借りちゃったらどうします？恥かくだけですよ。<laughs> えそんなことない。じゃ、我々はね。まだ若手なんでまだそこまでは思いませんけど。例えばもう有働さんの対象格な方が出てきて、どうもって言ったらガラガラですよ。恥かくのは誰ですか？<laughs> じゃあその若手ライブはそうだけど、キャインさんとか出るってなったらそれは人集まるでしょ。そんな世の中甘くないんです。<laughs> <や>ちょっと待って、ちょっと待って、すごいの上がフォローしてくれてるのに、ああ長谷川、ああ一向に俺、あ、ごめんね、オッケーやめとこう。う <laughs> <laughs> また一段と今日眩しいね全然違いますね一体どうしてこういう風にこちらの方メイクアップアーティストのピカコ様がいらっしゃってくれました気たありがとうございますどうもよろしくお願いしますどうもピカコ様よろしくお願いしますおめでとうございます実は今回あのピカコ様に最新のメイクアップのことを教えていただこうと思ってあ今日は嬉しいねぜひじゃあ のメイクアップのこともそして、プカゴまのこともいろいろ聞きたいよね。はい、はい、楽しみです。思いっきりプカさ様、お待ちください。<laughs> それでは、二十回目、スタートです。<laughs> い,やーいや。逆。リオママ。お願い。はーい。心つながるポジティブテレビ。

初めてお会いするんですよ。そう。そうですか。実は今日スタジオにあの浮川まゆいですね。ウィキペディアでご年齢を調べたら、一年お兄さんでした。ああ、そうですか。どうせだこの二人は。そうそうそう。には見えないですけど。いやいやいや、でもウドさんもお肌つやすごくいい状態だと思います。ありがとうございます。 私はよくあの小さい頃から皮膚科に通う男の子で、えそれは皮膚科のまたあの先生や看護師の人が優しくてですね、あの非常に会いたくて言ってたというのもあるんですけど、あ褒めていただいて嬉しいです。そして同じ同世代、同じ借り上げ仲間で本当にあるの。ツブロクお願いします。ツブロック世代ですね。ツーブロック世代なんかないです。シュワウトないそんなないです。今日はだからあのメイクアップアーティストこのいわゆる 言葉をもうお作りになった方と言っても過言じゃないですよね。でもさ、<laughs> もう全然全然もう初先輩方が大勢いらっしゃいますけど、はあ、まあなかなかねこういう業界にいないとメイクア,アーティストってどういう仕事をしてるのかってねわかりえない部分もあるのかなと思いますよね。そうなんですね。メイクをあのー、こう。 美ししくく施してくださる方または導いてくれる方、はい、えまあプロデュースしてくれる方って何となくそういうふうには思うんですがなるほど我々の、ええ、まあ仕事における第一義っていうのは実はその、ええ、まあメイクをするというよりも例えば売りたい商品とか、はい、その商品が例えば女優であったりコマーシャルだとえ例えばその CM 例えばチョコレートとか清涼飲料とかいろいろありますよね。はい、そのものもを売る おお手伝いをするお仕事そうですから私に依頼をしてくださった例えば女優がまあより多くのファンを獲得できないとまあ彼女は女優としてやっていけないし、はい、例えばその女優が CM をね指名を頂い,いてってなるとその商品が 売れていかないとその女優さんがのプラスにならならいいっていうことでですからあの女優さん本人がこうしてくれというリクエストはあの置いといて主役が何なのかで私にあの依頼をしたんであれば一女性としてのその希望とか意思は一応蓋をしてくれとということでですから駆け出しのねタレントさんとかだとなかなかその。 意味がわからなくてね、うん、あの楽屋でちょっと涙目になっちゃったりとかそういうこともありますけど、結構ぶつかったりじゃんある、そうですね。<ー>そうそういうこともあります。実際そのスタジオに入って、まあ照明、あここのメーカーのが何台つってあるなってことはこういうふうに取れるようなっていうことも全部その経験からあのまあ弾き出して、じゃあ。 この人の人肌にはここ,のアイここのブランドの例えば下地を使おうとかアイシャドウね例えばブラウンって言っても何百種類もありますからこの照明できれいに取れるブラウンはこれだということでそれを目元にあしらうという,うんそんななんかそう割とすっごい職人です,ですから。へ<ー>はいいや職人の巧みののの技っていうかそのだから今のにも 今のもう一言というかうお説明聞いて変わりました。そうイメージがそ,<う>その女性をとにかくその美しくもうビーナスにもわからない気づきであったり、まあそれをもうものすごいまたこう厚みがあるものや豊かなものにすることが一番の仕事かと思ってました。でもそこに関わるものすべてをどう,、ね、どう生かすかってことですね。そのその商品が主役とすればその商品をもう。 より、うんえー、ときめきのものにするためにそ,それに触れる人はどういうメイクがいいかとかもそうですね,です,ねえですからもうその辺はもちろん経験も大なり小なり必要ですしまあその時代の一歩先を行かないと、まあ、古臭い美人を作ってもやっぱりしょうがないですから、まあ、その象形の的となる主役にし仕上げるために。 我々がこうもちろんそうですからあの本当にまあメイクといっても例えばブライダルの分野とかデパートのね例えば1階であのコスメを売る分野とかいろんな分野があるんですけどまあ私があの行き着いたその分野っていうのはまあ今申し上げたようなまあそういったスペシャリズムを求められるメイクだということですね。 はい、すごいですねだから全体的にだからこう現場に入ってきた時も,もうその企画内容や種によっていろいろ全体を見るわけですね,そうですねはあ全く持って自分の見習いたいですね僕なんかもう自分のこととあとトイレどこかとかそういうことしか考えてないですから。<laughs> その位置関係ストロークとか大事ですけどね、えー、それもね、えー、<laughs> メイクアップアーティストのお仕事を、はい ピカコンさんが。こうするきっかけっていうのはど。どう、どこからなんでしょうね。<laughs> これね、手短に話しますと、うん、私、あの、まあ、大学で東京に来ました。で、すぐモデルのスカウトをこう見ても受けまして。はい、それでファッション業界に入ったんですね。はい、ただ、背、うん、が小さかったっていうのが理由だと、自分では思ってるんですけど。二十五、六で全然オーディションに変わらなくなって、お仕事がなくなっちゃって。で、大学も辞めちゃいましたし、じゃ、どうしようっていうことで。 まあそのモデルを通してまあカメラマン洋服のスタイリストヘアメイクじゃあメイクをやってみようかなと思ってっあのアシスタントに26の時に入りまして2年や二十28で独り立ちをして<っ>まあ今に至るというような経緯です。ですから選択肢があまりなかった中でのメイクアップアーティストという道の選択だったということですね。それはあの スカウトを受けたていうの夢でよく「うのちゃんは原宿でお笑いやらないかってスカウトされたんです」とか天野くん冗談で言うんですけどこれ嘘なんですけど「君面白い顔してるねお笑いやらないかって言われたんですよね」とかそういう年伝説じゃないですけどそんなことをたまに言われる時あるんですけどもスカウトされてやっぱり孝子さんすごいかっこよくて美しいですよね。そその中ででででで当時はは自分もメイクしてたんすすかかう もうメイクの目の字もわからなかったのでモデルさんをされてる時にメイクをして頂い,いて<だ>そこからやっぱりいわゆる興味を持って興味が湧いてきてだんだんメイクの世界をやっ,やってみようという風、はい、ういにそですねあの、まあ、先ほど申し上げた通り、そりカメラマン洋服のスタイリストヘアメイクで私も一応男性ですからメイクに おいては一番知識がなかったんですね。で、多分長くやらなきゃいけない。今一生この仕事を、あの。辞めずに続けていき、いきたいなというところから。一番その。知識のない、まところ。で。の。メイクを選んだんです。本当にゼロからやり直したいと思ったんで。うんそう、そうですか。最初はもう本。 本当にあのまあ師匠のカバン持ちですけど何やってるか全然わかんなくって、それは専門用語とかがやっぱり飛び交うわけですか。そうですね。<ー>で人のこの目の際の際をいじったりとかこれどうなってんのっていう,ような,、えー、なんかそんな毎日のスタートですよね。うわーあ<ー>、その新鮮なもういろんなことがパパパパとこうピカピカにこう入ってくる中ではい、はい、そこででもこれじゃ自分はじゃあメイクアップアーティストになるいや。 メイクの世界で仕事していこうっていうのもその覚悟というか、はい、これ思ったっていう時期っていうのはう自然にですかある時バーンと、まああのー、実際やり始めて独り立ちをさせていただいて <laughs> あ本当にこれ一生やっていくんだなというその実感とともにじゃ一生やるんであればその時はまず日本でデビューしましたけど、はい、30の時にまだまだあの広い世界を 見てみたいということで、あの生活のベースをミラノに移しまして。ミラノってあのイタリアのそうです。はあ、なぜミラノだったんですか。うん、まあそのファッションというかモードがやりたかったっていうのが一つと、まあ私は三十であのスタートラインも遅かったですから、どちらかというとまあパリかニューヨークかミラノのこの三つの中のどれかなんですけど、はい、その街のサイズもそのモードの仕事の量も。 まあその3都市の中では一番ミラノが小さかったんですね<ー>ですからまあ業界も小さいのでその分あの早くチャンスを手繰り寄せられるかなというようなそこはも,うものすごい戦略的にミラノを選んだということと、はい、あとその時はやっぱり、うん、あの選んだ町で長く修行をあのやり直したいということでその住む人たちのその 国民性とか食事とか、はい、そういったものが自分にフィットするかどうかということも含めてミラノというふうに決めましてい <laughs> はいそれでイタリアったらイタリア語だしよねそうですねイ,イタリア語話したんですかいやいやあのイタリア語も全然ダメで私はあのまあ小さい頃あの親のその仕事で海外でとかっていう経験があったもので英語はできるんですね。はい ファッション業界はどこの国に行っても英語があの共通語なんで言葉の部分では全然苦労はなかったですけど。じゃあイタリア行ってもやっぱ英語のものが、ね、ファッション業界では、はい、ただまあ,まあその普通の生活上、まあ、どっかの商店みたいなところに入って何かを買うっていう時は英語は全く通じませんので、まあ、本当にその片言の。 あのイタリア語くらいは、あの当然身につきましたけど。ただまあ、ね、そのミラノって言っても、飛行機に乗って十数時間行くだけですよ。いや、十数時間。ミラノワードがいいですよね。はあ。ミラノに行って、そこから他のところに行くんですか。そうですね。あのミラノ拠点に。 まあそのシーズンとシーズンの,その合間ですよね狭まってすごく我々は暇なんですね。でそういう時にあのニューヨークにみんなあのパリの在住の我々みたいな仕事の人間もみんな出稼ぎに行くんです、ね、ニューヨーヨクは年中あの一番ギャラのいいいお仕事が渦巻いてる街なんで,で2か月ニューヨークに行って出稼ぎしてまたミラノに戻って次のシーズンを迎えてとかなんかそういうのに繰り返しであのニューヨークとミラノとまあたまにパリとみたいな,なんかそんな。 感じの。はい。あの海外生活。かっこいい。サ三度物語。やっぱり。それが。京都、大阪。神戸じゃないんですね。えー、まあ、でも、本当、そんな感じです。ただ、その移動時間が長いだけ。で。やってることは、えー、あ、じゃ、あちょっと大阪でお仕事いただいた、神戸で。いただいたっていうのと、そんなに変わらない,と思います。本当ですか。また、マイルージは全然違いますけど。<laughs> でも、あれですよね。ピカ子さん。 考えてみたら日本を飛び出してミラルいやニューヨーク、はい、パリ相手のいわゆるお仕事する方メークをされる方外国人の人のでですすかあそうですねあの当時はね自分でもあの何とも思わないでやらせていただいてたんですけどそれこそブラッド・ピットさんとか、うん。あらあそうですから今思い返すとああものすごくねビッグなクライアントだったなって。 思うけどまあ、本当に向こうみんなでも周りのその仲間みんなそれぐらいやってるから別にそんなすごいことそれぐらいやらないと食えないから。食えないっていうのはそ,のそれだけビッグな人とお仕事をするとそれだけギャランティーも、まあ、高くなっていくっていうのは分かるんですけど。はい どうやってそのプラットピットさんと仕事することなんですか, <laughs> だからえ今日はなだプラット,ビトさんねってそのいわゆるこうキャスティングっていうかあの我々の仕事で一番そのまあカメラマンが絵を決めるんで<う>じゃあ例えば俳優がこの人じゃこういう絵を撮りたいからこういうメイクが得意な人とかっていうんで、はい、カメラマンからスケジュール空いてるかっていうふうなオファーがあるんです。<う>で あのまあその時はミラノから私と同様ニューヨークに出稼ぎに行っていたあのスキー場に仲いいカメラマンがそのブラッド・ピットのあのお仕事を取ってじゃあピカクやるかっていうことで分かりましたというような感じでたまたま縁を頂い,いてというのがはいその時のあれですけどへー。カメラマンさんっていのはいわゆるはそれだけやっぱり。 力を持ってつながりがあったりそれだけ仕事の動かす、うん、いわゆるになってるわけですね,そうですね、まあ、日本も、まあ、そういうごく一部、あのー、スタイルでやる人たちもいますけど、まあ、例えば広告代理店とか、うん、まあいろんな絡みがある中でのキャスティングになりますけど、まあ、世界は世界というか外国においては。 まあその代理店云んじゃなくてやっぱりカメラマンがいろいろな絵を撮るまあ長だということでまあ全てのキャスティングをカメラマンに任せるというのがまあ普通のやり方なんですね,です,ねえですからチャンスすごくありますよ逆にこれからね目指して世界に行こうってなった時にうまくうまいと思われればもうそれだけでなんとかなるというような業界なのでそうなんですでもそれは力がなければそうならないんですもんね。そうですね 逆にその実力さえあれば何とか切り開けるとは思いますけれども、それが伴わなければ非常に厳しいかなっていうのはあります。うわー、それ、えーそそそ、それってすごいですよね。<laughs> いやいやあの結局ある意味自分っていうまあだからいわゆるタレントですよね。自分自身をどうあの見てもらってどう仕事ぶりを理解してもらってその結果がどうなってるかで仕事が変わってくる。 残残酷ですねでも残酷ですで,も残酷ですすね日本はね例えば誰々をやったとかこんな仕事をしたっていうようなキャリアみたいなものも一緒に伝えますけど、はい、まあ世界はそのブックといって、まあ、我々の商売道具の一つです自分が今まで手掛けた広告であったりそういったものをこうスクラップにして、はい、あの持ち歩くんですねでそれを自分はこういうメイクをしてきましたこういうメイクができますって、はい、ことは「あいいねじゃあこの仕事をお任せします」<ー>っていうのはそれだけなんですね。別にブラッドピッドトやってますとかそういういの全く関係ない 感じです、えー、そこはすごくやっぱ日本と全然違いますしまあ見る目をちゃんとそれぞれの立場の人が見る目を持ってるっていうのもやっぱり大きく違うねすごいそう <laughs> 聞いたピカコさんの <laughs> 自分のブックだよねプルーさんですからあのピカコさん簡単におっしゃられてますけど、えー、やっぱり実力、うん、自力があるから、うん、こうできちゃうっていうのが素晴らしいですよいや簡単じゃないですもん絶対 そうだよ僕は仕事で海外に行かせてもらったことはありましたけどもその自分で行きましょうって言ってで自分で飛び込んでやっていく誰のそのいわゆる導きとかレールを引いてもらってっていうことじゃなかったわけじゃないですか、はいはい、そうではあまあまあでも逆に東京の方がすごく厳しいなって当時は思ってました えー、そうですか、はい、東京は本当にあの要は、まあ、言い方悪いけど見る目メイクがうまいかどうかってちゃんと見れる人がすごい業界少ないしとにかく売れてる人たちはごく一部で新たにってなるとその人たちからのご長愛を受けてチャンスをあの頂戴してっていうようなんか本当にその縦社会っていうんですか。 あのー、生きていきたかったんで、まあ、落ちる時ももう自分次第でその方が納得いくじゃないですか？はい、そうだから、まあなんとか自分なりのそのメイクアップアートとしてのま、人生をまあ自分の足で歩んできたというような。なんかそういう感じですかね。すごいですね。だからこそ、あの日本に帰ってこられて、そのメイクアップアーティストとしてのその僕らに初め教えてくださった。はい いわゆる全体を見て女優さんだったりそのモデルさんだったりその方が主役いやその方がでも主役だけどこちらの商品も主役その時にどういうふうにどういう風なメイクが効果的なんだろうかどういう空気をそういったあやっぱり絵を作れるのかっていうことがその海外での全ての経験がやっぱそこに生かされてそういうふうにメイクアップアーティストというものを世の中に置 いや、まあ、わ私がねその職業を作り出したわけではまあないですけど、はあ、まあまああのー、なんて言うんでしょうね、まあ、メイクというのもその、まあ、黒子としてはすごく大切なポジションだなというふうに、まあ、今もう今年で50になりましたし、はい、まあ20年過ぎてやっと、うん、自分のメイクにもその自信が持てるようになってきたというかうそうなんであの心からあのメイク もまあ、とても必要な黒子の一人だ、一つだなというふうに思うようになりますよね。うん、はあ。いや、でも、すごいですね。あの、の日本においては、例えば。そういうメイクアップ、メイクアップアーティストの人がテレビに出るっていうことは。いわゆる、ピカゴホさんでも、そういった、中のやっぱり。 本当に先駆けですよねそうですねあのなかなかまあ裏方なのにこういったねカメラの前に立たせていただく機会をいただけたというのはまあラッキーなのか、まあ、断ってきたお仕事もいっぱいありますけどまあメイクをお見せできるようなあのキャスティングならということでうそういう時はもう慎んでお受けすするようにはしてまでもその例えば外国に行ってという時には僕羨ましいのはそれで。だって 先ほどもし僕も小さい頃外国で生まれ育ってたら外国に行って幼少期を過ごしてたら英語しゃべれたのかなって今でも思うんですたまに、うん、そしたら「これイエーイやめろか!」とか言ってて「うーラッシュメッチュ」とかって言うといわゆる英語はこれで堪能だったら全く違う路線でも仕事ができるんじゃないかとかと思うんですよ。 確かに、ね、幅は広がりますよね,ねその例えばその言語ができることによってコミュニケーションできるその 人たちの数が違ってきますからね,、えー、ねただねなんか私がこう、まあ、見てきた中で、えー、やっぱりアジア人はアジア人ですからいくらその語学、えー、例えば英語が堪能であってもあまりねベラベラぶって、えー、私は「すいませんアメリカ人のあなたと全く変わんないの」みたいなスタンスのやつはやっぱり嫌われてきますよね。ですからちょっとつたないぐらいの。

よく、もう出川さんって不思議ですよね。英語はできる人よりも、あの出川さんの方が目的地に先に着くっていう。だからやってましたよね。一滴 <laughs> で。<laughs> だから、そのぐらい、みんなが耳を傾けようとするらしいんですね。もっと、もっと、で、出川さんがは,はっきりと、この。<laughs> 日本語の、しっかりとした英語で、日本語のしっかりとした英語って、どう、あれです、どういう雰囲気でしょうか。すみません。あの、でも、そういう片言みたいな感じに、されても。 思い切ってうこう明るくはっきり言うと相手の人が何なんだいってちゃんと聞いてくれてで答えてくれて案内してくれたりとかっていうのがやっぱそういうなるほど今みたいな感じでじゃあ思い切って勇気を持って話せば塩梅がいいんですかそういうことです。<laughs> <laughs> ブルーさん。いやいやちょっと、いろいろ長いしも、聞いた、そういうことなんだよ。英語大事ですよね。でも、日本の英語教育って、今までちょっと、やっぱり、喋れるような教育。な感じじゃなかったじゃないですか。でも、これから、なんか、どんどん英語教育が良くなって。多分、今の子供たちぐらいから、どんどん世界に羽ばたいていきそうな。ね。おお、うこと言うでしょそうだね。そうか。そうしたらよ。お笑いも。だって、小さい頃から。 だから長い人が言うり英語をしゃべれる人だったらもっとあの日本以外に今の日本の笑いのこの表現方法とかをより何てうんでしょう細かくあのいわゆるこう咀嚼して伝えることができるかもしれませんもんね。 本当に世界のね人口でいうと日本だけに限っちゃうと本当にマーケットが小さいからウド、ね、さんとかお二方のようなお仕事されてる方はねそれこそ SNS 等でやっぱり海外の人々にも発信が多少できた方がやっぱ早いですよね。あ<ー>うんと思います。

ショッピンング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました「おめでとう20周年ショッピング専門チャンネル QVC」で人気の商品を視聴者の中からプレゼントこちらの宛先にご応募ください当選は発送をもって発表とさせていただきますお待ちしています